はい、こんにちは。こんにちは、岡林でございます。岡林です。来月もね、ライブいっぱいあるんでね。あ、そうですね、よかったら来てほしいですね。そうですね、3月2日とか出ますよね。3月2日とか ね、これ載ってる日ちょっと分かんないですけどね。そうです ね、また来ていただけたかなと思いますけど ね、なんか13日なんかやりますよね。そうなんですよ、13日もやりますしね、木山町の88ですね。はい、はい、そうでございますよ。よかったら来てください。はい、はい、僕の持ってるやつはですね、エピフォンなんですよ。なんかめちゃくちゃ渋いです。エピフォールついてね、この色がいいですね、このヴィンテージホワイトが、ね。なんかもっとだから白かったんでしょうね。そうそう、だいぶちょっとここね、前の色が見えてますけど。そうなんですよ、1938年ぐらいのギターらしいですよ。1938年、はい、そうです。だから僕ら生まれてないですね。生まれてないです ね、はい。まあ、なんかもう何しかめちゃめちゃ古いギターらしいです。古いな。でも結構その古い割にはね、なんかすごいですよね、ギター。ギターってすごいですよね。ギターってすごいですよね。ドキッとしたでしょ。いや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 なんかつぶらな瞳でしたけどね。僕逆にすごいって言われるとね、ちょっとあ、ね、すごいですね。すあれ勘違いします。なんか、うん、それもまたすっごいめちゃめちゃ渋そうですね。多分皆さんね、多分皆さんこれ気になると思うんですよ。これギブソンなんですよ。わ、ほんまや。ここにはですね、ギブソンマンドリンギターと書いておりますけども、どういうことですか。100年前。100年前。これ全然おじいちゃんですね。そうですね。100年前言ったらどれぐらいですか。日本で言うと大正。なんですかね。大正ぐらいの。大正生まれか。もしくはもうちょっと行ったら江戸。あー、ん、え、ちゃうちゃう、明治、明治、ちゃう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 、アホが割れる。まあそれぐらい古い。ただちょっと気になると、ここにこれ多分ピックガードがついてたんですよね。あー、ぽいですね。はい、ここに昔はピックガードどう止めてたかちょっとわからないんですけども、なんかね、ペグがね、すごい、はい、ペグはね、新しい変えてあると思うんですけど、ペグは変えてます。ゴールドのね、はい、変にかっこいいんですよね。はい、ペグは変えております。ね。はい。こんなギターなんですけど、ね。すごいね。カレーカレーですね。昔は100年前はどういう弦を張ってたんでしょうね。ね。ね、ちっちゃいですよ。やっぱスライドとか合う感じなんですね。それどうなんですかね。うん、いや、スライド、まあ、原稿上げたらまあいいかもしれないですね。まあ原稿上げるようになってますし、上げるようになってますよ、ね。これはすごく骨董品ですわ。ね、こういうの探す人とかたまんないんでしょうね。ね、もういい、いい形ですね。これね。ね、はい、いい形です。なんかやりましょうか。なんかやってみましょうか。はい。何やりましょうか。100年前の曲やるんですか。そんな100年前の曲ですかね。古い曲やるんですか。絶対ちゃうと思います。哀愁な感じでいきます。哀愁な感じでいきます。はい、はい、なら行ってみますよ。はい。